耳あきらのお邪魔散歩、やっほー。こちらにありますのが東京スカイツリー、こちらにありますのがアクアライン。この雄大な海に隣接しての千葉県袖ヶ浦市に来ております。これから昔のお嬢様、昔のお兄様を訪ねて行ってみたいと思います。どんな方と今日は出会えるのでしょうか。それでは行ってみます。本日は袖ヶ浦市民会館で千葉県囲碁将棋大会が行われております。もう皆さんお集まりですから早速行ってみましょう。市長さんもいろいろと将棋囲碁今までたしなんでらっしゃるということでございます、一言応援のメッセージをお願いしたいんですが、はい、今日は千葉シニアクラブの皆さんのですね、囲碁将棋大会をこの袖ヶ浦市で開催をしていただきました。本当にありがとうございます。今日は千葉県各地からですねおいでいただいた皆さんが、まあ、勝負はそうなんですが、目的はもう一つありまして、はい、親睦交流なんで、はい、楽しんでいただいているとこのように思っています。実は私もですね、はい、将棋を少しやったんですよ、はい、ですから皆さんに熱心にやってるところをですね拝見しますと、ちょっと私も参加してみたいな、熱が入りますね、はい、袖ヶ浦市はですね千葉県の中央部なんですね、はい、で今日は県内各地からおいでいただいてるんですが、来てみるとですね意外とこう近いな、あるいは東京にですね、はい、近いなというふうに感じていただいてると思います。自然とともに海と寄り添い人との触れ合い豊かな町、袖ヶ浦市でございます。僕も一緒に囲碁将棋参加してみたいと思います。さあ勝負開始です。この場所で熱戦が繰り広げられております。ちょっと邪魔にならないところで覗いてみたいと思います。真剣勝負の邪魔をしてはいけないと橘さん、いつもより少々緊張気味です。こちら将棋ですね。まずは将棋、最初からいきなり熱戦が繰り広げられているようです。そしてこちらは女性の人が囲碁やってます。囲碁女性の部の対局です。こちらも白熱した勝負が展開しています。会場の至る所で予選を勝ち抜いてきたシニア同士ならではの名勝負が行われています。対局は時間との戦いでもあります。制限時間内に次の一手を決めなければなりません。そこが囲碁将棋の難しさ、そして面白さでもあるのです。袖ヶ浦市シニアクラブ連合会高石会長に総括をお聞きしたい、それと今年のいろいろな方向性も合わせてお聞きしてみたいと思います。ご苦労様でございました。ありがとうございます、ここ袖ヶ浦市において、県の囲碁将棋大会第40回ということで、無事に終わらせていただきました。大変なもう熱戦でございましてね、皆さん生き生きされておりましてですね、 ありがとうございます。役員一同、今日はね皆さん楽しみに動いております、はい、ありがとうございました。もうでも長くやってらっしゃるんじゃないですか。あそうだね、15歳ぐらいから、はい、レベルの高くてとても歯が立ちませんでした。今日はどんな感じだったですか。いやもう、まあ、時間ギリギリ負けちゃいましたけど、
いつもね、女房にはね、はい、あんたはいつもね、時間切れで負けたとかってね、いつも言い訳してて、また同じだねって言われると思ってます。今日は、囲碁の方で、囲碁の方で、おかげさんで負けました楽しいですよね。楽しかったですよ。ありがとうございます、胸を借りてね、みんな勉強させてもらいましたよ、はい、いかがでしたですか。楽しかったです、皆さんのおかげで、はい、これまで全く囲碁をやったことがなかったという立花さん、どうやら興味が出てきたようです。取ろうと思って。そしたら、どうなるんですか。もうこれ死んじゃう。もうこの石取られて。この3つが。はい。あ、ここは関係ないんだ。これはダメ。ここはもう黒番。今度白やってごらんなさい。こんな難しいこと考えて頭こんがらがっちゃうでしょ。でも、ちょっと最初のとこやってみましょうか。最初。青春時代に戻ったかのように楽しんでいますね。相手が偶数か持ってるのか、それを当てる。そう、当てる。ああ、そういう意味ね。今日初めて碁を打たせていただきましたけども、なんか新たに勉強してみたいなと思いました。ぜひこれを機会にやってください。はい、全ての対局が終了、部門の優勝者が表彰され、大会は無事幕を閉じました。見事本因坊になられまして、感想の方をお願いいたします。ありがとうございます。予選から非常に厳しい戦いだったんですけども、まあ、運よく、はい、勝つことができまして、非常に光栄だと思っております。はいはい、総合的な感想といいますとどんなもんですか。ですね、自分ではそんないい碁は打てなかったんですけど、はい、運よく優勝できました、はい、一緒にしてた仲間の方がいらっしゃらなくなったりして、ちょっと元気ないんですね。でも、これ機会にまた少し頑張ろうと思ってます、はい、おめでとうございます。頑張ってください。本日の感想を。いや、まさかね、私優勝できるなんて全然思ってませんでした。そうですか。本当に無欲っていうか、全然山出られただけいいやと、そういう感じでね、はい、一番一番やってました。私こういう体ですからね、飛行機に乗ったことないんですよ。だから来年は山口県だということでね、はい、飛行機に乗れるなっていうのは、それは私嬉しいですね。なるほど、新たなご褒美がいろいろとあるようでございますのでね、はいはい、ますます頑張ってください。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。第40回千葉県シニア囲碁将棋大会、僕も生まれて初めて実際に碁を打ってみました。とっても楽しいんですね。もう元気な皆さんのね、笑顔と真剣な眼差し、もうこれが青春だなというのも学びました。またこれからどんなシニアの方のところに行けるんでしょうか。楽しみにしております。輝け！ローリー！